佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、ザラで約3万円分お買い物してきました。イエーイ。はい、というわけで今回は、ザラで3万円分ですねお買い物してきたんですけども、今回購入したのは秋服でございます。秋も冬も使えるようなアイテムを購入したんですけども、一言で言うとザラの秋服はヤバいです。今季の新作は可愛すぎてもう目から何が出るって感じ。はい。ものすごく可愛いアイテムたちを購入したので、そちらを実際に着ながらですね、詳しくご紹介していこうかなと思います。では早速スタート。はい、じゃあまず1点目、1点目はこちらです。じゃん、私が今着ているこちらのお洋服でございます。ここがベストみたいになっているタイプのものなんですけども、こちらワンピースとしても着れるし、トップスとしても着れるような丈の長いものになっております。サイズが S サイズで、お値段が5999円でした。正直6000円以下でこのレベルっていうのは私的にはプチプラかなと思います。そのくらい可愛いんですよ、見てほしい。はい、こんな感じでね、このおへそより、ここ私おへそなんですけど、おへそより上の部分で切れてるような感じ、ベストの部分がね。で、袖のボリュームやばくない？めっちゃ可愛いと。で、ここのね、袖の何、袖先の部分、ここがすごい長くて、ここがふわってなってるけど、ここでキューみたいな感じでさ、このメリハリがもう可愛すぎて、こっからのこのふわっと感っていうと分かります？ちょっと伝わるかな。で、ここはシャツ風になっているので、ここにボタンがついています。ちなみにボタンは開けることもできるので、下にパンツ履いたりとかして着ることもできます。私は今ね、ハイウエストのショートパンツを履いているので、こんな感じでワンピースとしても着れるかなと思います。全身をまたちゃんと見せますね。で、このベストの部分のここの部分もですね、結構ゆとりがあるデザインになっています。で、首元はちょっと詰まり気味な感じですね、タイトな感じで。ここにボタン2つついてます。シンプルな白のボタンなので、ここでなんか柄がすごい安っぽく見えるとかいうことは全然ないです。で、後ろはですね、この前よりちょっと短くなっています。ほら、前ここまであるんだけど、ここまでになってるからすごい短い。ここのね、部分にはボタンが2個ついています。なのですごく着やすいです。ここの部分があのシャツっぽい生地になっているので、少しシワはつきやすいんですけど、なんだろう、こういう風にね、クシュクシュってなってふわーっとなっているデザインなので、まあ、多少のね、シワがあったところでそんなに気にならないかなと思います。下のシャツの部分もこの部分もアイロンがけとかもしやすいので、もしシワがついたらアイロンがけとかすれば問題ないのかなと思います。全身着てみた感じこんな感じです。じゃん、はい、着てみました。こんな感じ、じゃーん、かわいいよね。ちょっとね、ここの生地が透けるので、なので中にちゃんと履かないといけないです。そりゃ履くか、これは。ちょっとシワシワごめんなさい。ちょっと今ね、しゃがんどったりしたけん、ちょっとシワがついた。だからシワがね、やっぱどうしてもシャツだからつきやすい部分はありますね。なので、まあアイロンがけとかすれば問題はないかなと思います。ここら辺とかアイロンがけしやすいしね。なんならミストとかシュッシュッシュッってやってからパンパンパンってやるだけで、うん、このくらいのシワだったら伸びるかなと思うんですけど。丈感はこんな感じ。太ももら辺ですね。膝よりちょっと上って感じ。うん、そんなめっちゃミニってわけではないです。まあ、この切り返し部分も結構高めなので、足長効果あるから、ワンピースとしてもすっごく可愛いと思います。私はワンピースとして着ることが多いかなと思います。これにスニーカー合わせても可愛いしね、ブーツとか合わせても可愛いし、使い勝手がいいアイテムかなと思います。こんな感じ。はい、そして2点目、こちらです。じゃーん。真っ黒。なんですけど、こちらもまたまたワンピースでございます。これはね、袖がちょっと七分っぽいような丈になるのかな。はい、そんな感じの丈感のワンピースです。七分っぽいね。でね、デザインが見えにくいかな、ほらクシュクシュしてるの分かりますか。なんかこんな風にクシュクシュしていて、すごいこう伸び縮みするような感じです。だから着心地がすごくいいので、首元も普通の丸首で、後ろにはボタンが一つついています。まあこれも実際に着てみるんですけど、まあ、袖の形とかもほんと普通の、はい、こんな感じふわってしたデザインとかも特になく普通のデザインで、ここの部分にボタンがついています。これもウエストの切り返しがね、結構高めの部分にあるので、足長効果だと思う。めっちゃいいよね、スタイルアップ効果大事よね。こんな感じでフリフリフリって下の方がなっています。このタイプのワンピースは上にライダース羽織って、まあもうちょっと寒い時期まで着れるし、もう今の時期から七分なので着ることもできるし、ちょっとしたね、おめかしして出かけるようなディナーとかだったり、そういうところにも使えるし、カジュアルに着こなすこともできるのかなと思います。これも使いやすいですね。なんか最近さ、ワンピースって上品だけどカジュアルにも持っていけるような、なんかちゃっかりとしたシーンでも使えるけど
日常でも使えるっていうようなワンピースを選ぶことがすごい多くて、だからさ、これめっちゃぴったり、それにこのこれもやけどさね、いいよね、まあ、これも実際に着ていきたいと思います。はい、ワンピース着てみました。こんな感じ、かわいい、ブリブリブリって、鏡汚い、黒やけ目立つ。それはこんな感じで七分でございます。これさ、腕時計とかブレスレットとか合うよね。このくらいだとちょうど見えてかわいい。え、よくない？え、てかこれめっちゃいいわ、痩せて見える。やっぱ黒っていうのもあるけど、なんか痩せて見える。横にフリフリフリっと入っているんですけど、でもこう縦線なので、大きい部分はだから縦にライン入ってるように見えるから、やっぱ痩せて見えるよね。で、この切り返しの部分も高めだし、で、ここにもまた切り返しみたいなのがあって、で、下も切り返しみたいなのがこうあって、フリフリフリってなっています。丈はね、超ミニっていうよりは膝よりちょっと上って感じで、これすごく使える。もう多分私迷ったらこれと思う。なんか服どうしようとか思って、時間ない、迷ったらこれみたいな。もうパッて着るだけで決まるやん、可愛いし。最強。赤のパンプスとか合わせても可愛いよね。やっぱ黒だから小物でおしゃれしやすいし、コーディネートしやすいシンプルなワンピースかなと思います。はい、そして次、こちら、じゃーん。こちらのね、ロングスカートを購入しました。サイズがね、 XS サイズで、お値段が6990円でした。これ横にチャックがついていて、そこで脱ぎ着するような感じで、ウエストの部分にはゴムが一切ないので、なのでこれは本当に試着して買うことをおすすめします。で、柄はこんな感じ、ちょっと集合体恐怖症の方ごめんなさい、こんな感じです。お花柄です。ベージュの柄、黒ベースのベージュ柄ですね。ウエスト周りから下の方まで割とこうストレートデザインで、プリーツっぽくもなってなくて、で、下に向かってふわっとちょっと広がっているような、すごい上品なタイプ。こちらもですね、実際に着ていきますね。はい、こんな感じ、じゃ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 ん。長さは足首ぐらいなので結構ロングです。私164センチなんですけど、164センチで足首ぐらいです。で、下の方がちょっとフリフリってなってるの分かります？ほら、フリフリフリって、ここは結構タイトな感じでまっすぐでございます。インしてもなんかここにゴムとかある感じじゃないから上品に見える。色味も形も最高に可愛いよね。本気のザラ可愛すぎるから。こういう感じのね、タイプの柄物のスカートとかもいろんな種類あったから、ぜひね、これ以外にも見てみてほしいなって思います。はい、そして次、こちらです。じゃーん。こちらのトップスを購入しました。これの上にもちくわちゃんが寝ていたので、ちょっとシワシワになっちゃってごめんなさい。サイズが M サイズを購入しました。トップス系は M サイズか S サイズを買うことが多いです。これちょっとゆったり着たいなと思ったので M サイズにしました。で、お値段が3590円、お安いですね。で、色味がくすみっぽい感じのパープルで、可愛いと思って、デザインがここの胸の上の部分に線が入ってて、なんかここら辺の生地、この袖の部分と、なんかここの、この切り返しのこの上の部分ね、ここの生地が一緒なんですよね。なんかちょっとシャカシャカというか、なんか、カサカサ系の生地。こっから下の部分が T シャツとかの生地ですね。はい、この胸から下の部分。袖がすごい可愛くて、ボリュームがあって、ここの袖先の部分がキュッてゴムで締まっているような感じになっています。めっちゃ可愛くない？膨らみ、このボリューム。私ね、秋服ボリュームあるの選びがち、1枚できて可愛いデザインのもの買いがち。袖のデザイン可愛いの買いがち。じゃあこれも実際に着ていきます。はい、着てみました。こんな感じです。可愛い、ごめんなさい、シワが目立ちます。ちょっとシワがつきやすいね。カジュアルに見えるんだけど上品だから、こういう風にね、デニムパンツとか合わせてもすごい可愛いかなと思います。袖がやっぱ最高で、ここで切り返しがあって、ちょっとだけパフってなってるよね。ほら、ちょっとだけ切り返しがあるけん、そう見えるんかな。だけんさ、なんか撫で方さんとかでも華奢に見せてくれるかなと思います。首の部分もすごいカジュアル。あ、でもこのシワパンパンすればいけるやつだわ。洗濯干す時とかにパンパンして干したりとか、あとは、クリーニング出すとかでもいいんだけど、毎回クリーニング出すって大変や正直。だけんなんか、とにかくこういう風にシワができてるなと思ったら、シュッシュッシュッってやってパン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 ってやればどうにかなるレベルだと思います。着心地がすごいふわふわふわさらみたいな感じで気持ちいい。これもおすすめ。はい、そして次、こちらです。じゃーん。こちらのブーツを購入しました。めっちゃ可愛くない？やばくない？これ一目惚れして入り口入った瞬間ね、目の前にあったんですけど、もう早速履いてみて購入しました。ヒールも太めなのでそんなに疲れない。先の部分もね、ちょっとこう細長くなっていて、ほら、こういう感じの
細身タイトなデザインなので、あの足先とかも華奢に見せてくれるし、でベージュっていうのがやっぱ秋冬使いやすい、こういうベージュのツルツル系は持ってなかったから買おうと思って、この後ろの部分、この部分ですね、ここの部分にはほらこういう風に見えるかな、 Z、 ザラの Z かな、 Z が刻まれております。この形が綺麗すぎん？このアイボリーっぽいようなベージュが絶妙な色よね。でこの光沢感が高級感あるし、どんなコーデにも合わせやすいので、色味的にもだからすごい使い回せるかなと思います。これも実際に履いていきたいと思います。はい、ブーツ履いてみました。こんな感じです。かわいい、めっちゃいい。これシンプル、履きやすい、歩きやすい、華奢に見える、最高。これはいいよ、絶妙な丈感っていうか、このね長さやし、うん、長すぎずちょうどいいですね。ちょうどよく足首の、私は足首ないんで足首のコンプレックス隠してくれるしね、可愛い。ワンピースとかね、に合わせても可愛いよね。さっきの黒のワンピース、ほら可愛い。靴って見せにくいね、難しいですね。まあこんな感じですよ。正直ブーツとかって高いじゃないですか。なのでそう考えるとそんなめちゃくちゃ高いほどでもないかもしれない。ここの部分もそんなに硬くないから、ほら歩きやすいよ絶対これ。足くねくねしてこんな感じでした。はい、というわけで今回はザラで購入したものたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。ザラは私自身大好きで、季節変わるごとに行っているんですけども、今回久しぶりに行って秋服はやっぱもうドツボですね。まあ個人的に秋服が大好きっていうのもあるんですけど、すごい可愛い絶妙な色味だったり、なんか絶妙な形だったり、本当に可愛いトレンドのものが揃っているので、ザラ行った際はですねチェックしてみてほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。